じゃあそろそろ囲碁の授業を始めたいと思いますが、今日はいろいろな不等式分の計算の、方法があるわけですけれども、その中からいくつか、この授業で、重要と思われる例を取り上げて計算をしてみたいと思います。で、時間の都合でなかなかこの授業で扱いきれない範囲もあると思います。で、そういったものは適宜講義の教科書ですとか練習の教科書を補って種目で各自学習してください。まずその基本的な不等式分をいくつか挙げますが、これ以降今日の板書では不等式分について普通は積分定数をこうまっしーとかなんとか使って書きますけれども、板書は今日は省略しますので、ぜひ皆さんそのつもりで見ておいてください。で、不等式分の計算もほとんどは皆さん高校でやってきたものが多いと思いますので、一応それらの中で、ここでは、多分大学に入って初めて出てきたと思われるものだけを載せておきます。まず最初にその初等関数の不定積分なんですけれども、一応多項式ですね、多項式 x の a 乗ですとか、それから x 分の1とか、あと、e の x 乗とか、あと log x といったような関数については皆さん高校でも一通りやってきていると思います。で、この講義の教科書ですと、87ページから88ページにその一覧がありますので、これまでやってきた部分については、適宜教科書の方を参考にしてください。で、一応ここで監視しておくのは、皆さん多分大学に入って初めて習ったと思いますけど、逆三角関数ですね。逆三角関数は、原子関数になるような積分だけ書いておきます。まず1プラス x 二乗分の1、これも微分のところで出てきましたけれども、これを積分しますと定積分がアークタンジェント x になりまして、それからもう少し一般的な形で x 二乗プラス a 二乗分の dx ですね、dx が、これは a 分の1かけるアルファですけども a 分の1、でプラスこれ a は正の数と、こういったものが入ります。それからもう一つは、1マイナス x 二乗分の dx の不等式分が、3dx。それから、もう少し一般的な形で、ルートの a 二乗マイナス x 二乗分の1の dx
が、まあ、アクセルの M の X となります。まあ、一応このぐらいは寝ておきたいと思います。あとは多分皆さんよく知っていると思いますので、ぜひ教科書まで確認してください。それからですね、次に書きますのが教科書88ページの定理 3.8 というのがあります。でこちらは、まあ、A と B を定数としまして、それから、まあ、A は0でないので、なんとしまして、で、スモール X の定数基準がプラス X プラス気分定数のときに、この F の中の変数の変換なんですけれども、スモール F の AX プラス B で、まあ、一時式が代入されたときの F 気分というのが、その、まあ、原子関数に、まあ、同じ AX プラス B を代入して、まあ、定数は A 分の1倍、こういう結果があります。まあ、一応これもよく知ってる人がほとんどと思いますが、一応これ確認のために見せておきます。あとはですね、その他の公式として、まあ、いくつか挙げておきますと、まず最初に、この FX のアルファ乗ですね。F ダッシュ X をかけた定積分が、まあ、これはよくご存知だと思いますが、まあ、X のアルファ上の定積分のような形になります。まあ、合成関数の定積分ですね。これアルファは、まあ、マイナス1以外の値、実数です。もう一つは、これも合成関数の積分で解ける問題ですけれども、分母が Fx で、分子がその1回部分、まあ、こういう関数の定積分が、ログが出てくる。こういう形。まあ、多分この辺も皆さんよく知っていると思いますけれども、一応これからですね、使う機会が多いかと思いますので、忘れている人はこの今のうちに確認しておいてください。で、ここまで何か質問ありますか？この辺はまだいいですかね。で、今日その前半の方でやるそのメインな、主要な話題がですね、その置換積分と部分積分です。
で、地間積分と部分積分も、まあ、少なくとも基本的な内容については皆さん高校でやってきていると思います。で、まあ、そういうことで、まあ、よく分かっている人もいると思いますが、一応確認のために、まあ、定理の証明なども確認した上で、あとは、特に部分積分の方で、いくつか、まあ、応用が効くいろいろな計算法を紹介したいと思います。ということで、まず、地間積分の、まあ、定理ですね、やりましょう。教科書ですと89ページの定理 3.69 です。まずここでは、まあ、合成関数を考えるんですけれども、まずその IT というのがありまして、これは C1Q とします。すなわち、これ C1Q というのはその連続な動関数を持つという関数。それから、もう一つ考える関数が、まあ、FX という関数 でこれは、このさっき挙げまして定義しましたこの πt の、地域で連続2つの関数を用意します。上に挙げたので確認します。でこの時に積分がどうなるかというと、はい、ちょっとこの黒板の会社に関係そうなのでちょっと書いてください。この時の積分が、書いたらちょっと上に上げます。A から B まで、まあ、π と f の合成関数なんですね。これを、あと、π の点二分の積を、まあ、t で積分にするという定積分が、まあ、同じく定積分なんですけれども、今度は x に関しての積分になって積分範囲は π の a から π の b までの積分になるというのはこの時間積分の定義です。一応これは証明を見せておきましょう。このランチの FX を、スモール FX の定積分として、それから、
この G の T という T の関数なんですけれども、これはこの定数値分 F、R 定数ですね、このファイの T を、まあ、入れ子にしたこういう合成関数と置きます。でこの時このラージ G というのは実はこのラージ F を使って表されていまして、ラージ F を使って表すとどうやってたかというと、ラージ F なんですけど、ここが倍の G ですね。で方はこうこのように書いているんです。で最後にこの部分っていうのは、ラジオを使っているんですが、
プラゼっていうのはもともとこのスモーレートの原子関数ですので、これスモーレートの定義の形で表しますと、これやはりこの数値分類の基本公式から π の a から π の b までスモール f x を x で積分した定積分ということになりまして、まあ、最終的にこの公式が見つめられています。まあ、ということで、まあ、定理の導出は、まあ、見て、ああ、こうなるんだっていう理解してもらえればいいと思いますので、とりあえず皆さんには、その、置換積分の計算を、まあ、いろんな問題が出てきますから、そういったところで、正しく計算できるようにしてほしいと思います。ここまで何か質問ありますか？ですかね。はい。じゃあ次にその部分積分の定理をやっておきましょう。これは、教科書の92ページの定理 3.11 というところであります。
証明なんですけれども、まあ、これも分かってよく分かっている人も多いと思いますが、基本は関数の積の微分から導きます。dx の積ですね。これを、まあ、x で微分しますと、これも関数の積の微分ですから、まず f' と g の積と、まあ、f と g' の積ですね。でこれを使うと、まずこれ両辺を x で積分ね、そうすると、まあ、元に戻って左辺は F と G の積で、で右辺は、それぞれの項の、まあ、定積になります。であとは、まあ、これが出れば皆さんパッと見て分かるように、まあ、これを、まあ、移行することで、まず上の 3.9 式ですね、その規定積分に関する公式が導かれます。それから、あと 3.10 式は、まあ、これも同じなんです。ほぼ同じなんですけれども、その、微積分学の、基本公式を使いまして、まあ、ほとんど定積分の時と、まあ、同じなんですけれども、この fxgx の、まあ、AB、A から B までの定積分が、まあ、それぞれの関数ですね。の定積分。の、まあ、等しいと、これを、まあ、移行することで、ということで、証明が終わりです。まあ、個人的な思い出をちょっと話しますと、実は僕、筑波大学を受験したときに、自然学部に、まあ、最終的に入ったんですけれども、受験はですね、当時、受験日程がいろいろ種類があって、皆さんの場合ですと、多分前期、後期と分かれていたと思うんですが、僕らが受験した頃は、A 日程とか B 日程とかそういういろいろ違ったシステムもありまして、
で当時はですね、筑波大学は自然学類が永遠日程だったんですね。で第一志望だったんで筑波大学あ自然学類を永遠日程で受けて、で第二志望はもともと僕は情報学類、まあ、今でいう情報科学類ですけれども、情報学類の方に興味があったので、情報学類を後期日程で受けました。で、で実は永遠日程の方がですね、先に合格発表があって、自然学類に一応合格したんですけれども、まあいろいろ事情があって、情報学類をもう一回後期を受けに筑波に来ました。で、その時の試験っていうのが確か、まあ、小論文、まあ名目は小論文なんですけど、実際にはなんか数学なんかのテストをやって、あと面接があったんですね。で面接の時にその試験官の先生に聞かれたのが、この部分積分の公式を証明を書いてたって言ってて、実は僕はその時できませんでした。でできなくて、その場で試験官の先生に教えてもらいながらやりましたですので、XG の微分をすればこうなるでしょう、だからこれを積分すれば出ますっていうことを教わりながらやりました。でですので、ちょっとそういう恥ずかしい思いでしたので、部分積分がちょっとそういう思い出が、あと、ちなみに、あとですね、それから面接の時には、じゃあ、デビ君は自然学部合格してるんですね、おめでとうございますって言って、ありがとうございます。もし、情報学部に合格したら、どちらに選びますかって言って、迷わず、自然学部に行きますって言ったんですけど、まあ、どういう、まあ、それでも、まあ、そういうよかったのが、まあ、情報学部にも合格できました。まあ、そんなこともありました。はい、ちょっと余談でしたが、あと残りの時間にですね、部分積分の使い方のいくつか例題を挙げたいと思います。で部分積分の、まあ、使い方も多分そのうちのいくつかはすでに高校 の, 数学でもやっているかと思いますけれども、まあ、一応その一点の復習も含めて、まあ、今後しばしば使うであろう テクニックなども説明したいと思います。で、まず最初はですね、このログ x の積分なんですが、これ多分、まあ、高校数学の教科書にも出ているものがありますので、皆さんもよく知っていると思いますが、もうほとんど同じですかね。しばしば使える例で、一応fg の積分なんですけど、まあ、g の、こうですね、g の、導関数が、g の導関数を、1と見なくて、まあ、これですね、このログ x の積分に使われるテクニックっていうのは、これっていうのが、まあ、1かけるログ x の x による積分として、まあ、このログ x の方を f と思って、この1が g' の方だと思うんです。で、まあ、多分皆さん、こう、暗記という話もありましたけど、一応、それで計算していきますと、で、部分積分を計算して、x ログ x になります。今度は、こちらの方が x をかける、まあ、x 分の1の積分になるんですね。で、まあ、第2にこれ、1の定積分になりますが、はい、それで x マイナス x というような計算になっています。
まあ、こうまだ皆さん1年生のうちはその高校大学の入試の向けた勉強の知識がいろいろ頭に残っていると思いますが、学年進行とかも一旦なんですけど、抜け落ちていかない方がいいんですけれども、まあ、抜け落ちていた場合には、まあ、こうやって思い出して計算してください。であと、同じようにその自然史を1と思って部分的にする例というのが、教科書ですと93ページの例の 3.7 ですとか例の 3.8 にもありますので、部分積分によく使われる手法は、その、まあ、与えられた関数、例えば H という関数があって、まあ、こういう積分を求めなさいと言われたときに、まあ、これに対して、部分積分を、まあ、まず行うわけですね。で、その部分積分をやった結果にですね、再びこの同じ積分に、積分の項が現れたら、まあ、これをですね、そのこの HDX の、まあ、方程式と思って、
分が2分のログ x の2乗というふうに求めることができます。これが最初の例ですね。大体この辺の例だと、その、入試問題でも、皆さん練習をしているのではないかと思います。で、今の例ですと、その、部分積分1回行ったところで、その、元のですね、与えられた積分の式が出てきて、それで解くということをやっていましたけれども、これ問題によっては1回に部分積分が必要な回数が1回にとどまらなくて、2回やったりそれ以上やったりする場合もあります。ですのでちょっと次の例ではその部分積分を2回繰り返す例を見ておきます。今度は、e の x 乗かける sin x、こういう関数の、不定積分を考えましょう。 e の x 乗を、f と置いて sin x を、g 出しておきます。でそうしますと、まずこれに対してその一度の部分積分を考えますと、次に出てくるのは f かける g ですから、f はそのままで、g は、これの sin x の不定積分ですから、マイナス cos x です。で、今度は、不定積分の中は、今度 f' ですので、この e の x 乗。で、g の方はマイナス cos x です。こうなります。それで一応この符号ですね、この符号が sin x にマイナス1が立っていますので、ここから直しておきましょう。で、それで今度はどうするかというと、今度はここの右辺の第2項目にもう一度部分積分を行いますと、今度は分析を行うので、ここを U と思って、こちらを V' と思って計算すると、E の X、最初に E の X、UV と U の X、sin x が来て、それで、今度 U' に E の X が来て、で、V は sin x の積分なので、sin x、dx、こうなります。で、これで、分析が2回目で、
この最初の積分の左辺を同じ積分がここに現れました。でこの右辺の積分を、まあ、左辺に置いて、そうしますと、この求める積分の2倍というのが、こういうのが X 上の、さらに X マイナス、まあ、さらに X。で、あとは、まあ、両辺を2分の1倍することで、最終的な答えが、まあ、2分の E に接続する3で X マイナス3で X という感じになります。まあ、ちょっと面倒ですね、面倒ですけれども、まあ、現実はそれほど難しくはないと思います。ここまで質問ありますか？大丈夫ですか？それって、まあ、3つ目の例ですね。一応部分積分の計算例はこの3つ目を最後にしたいと思うんですけれども、で今度はこの3つ目の例では、まあ、なんかある関数の無常の、まあ、定積分の簡約で、簡約っていうのはよくその式を簡単にすることですとか、まあ、そういった意味で言われますけれども、まあ、簡約に今用いるですね、をやりたいと思います。一応最初にやっておきますのが、サイの N 乗の、まあ、不定積分です。で、三角関数の、まあ、N 乗といったような積分の、まあ、簡略の仕方っていうのは、いろいろあります。で多分後年演習の教科書にもいくつか載っているものがあるかと思いますので、まあ、必ずしもそのこれから説明するものだけが、まあ、その方法だというわけではないんですけれども、まあ、一応部分積分も、まあ、こういったことに使えるという例の一つとして挙げたいと思います。でそこで、まあ、このサインの x の n 乗を、まあ、部分積分を使ってこの次数をですね、この積分の次数を下げようという話なんですけれども、まず部分積分を行う上ではその F と G' を何らかの形で決めますので、ここでは sinx の n-1 乗の部分と
あとまあ sinx という積分けになります。sinx の n-1 を x と思って、sinx を自画しまして、で、これでその部分積分に、かけてみます。そうしますと、この結果をちょっともう一度書いて見やすい形にしておきます。まず最初の方向がマイナス 3xn マイナス1をかける 3x で、で、積分の中は実はここにマイナス1がありますので、ここの積分記号のマイナスはプラス2。でそれから n-1 も定数ですから外側に出て、で、サインの n-1 それからあと、ここですね、この sinx が、2つの積がありますので、これ cos2 乗 x になるんですけれども、これ1マイナス sin2 乗 x と表すことにしておきましょう。そうしますと、1マイナス sin2 乗 x の dx、この形になります。
体の、これちょうど sinx の n マイナス2乗に sinx の2乗をかけますので、sinx の n 乗が現れます。で、実はここですね、ここの方がその与えられた積分であるその sinx の n 乗の積分がそのまま現れてきますので、これを過去に移行することで、積分を求めることができます。そうしますと、一番右辺のこの黄色い方を左辺に移行しますと、N 倍の sinx の n 乗 dx が、マイナス sinx マイナス x 乗 x、プラス n マイナス1倍の sinx の n マイナス2乗 dx で、これであと両辺を n に割ることで、sinx の2乗の積分が、最初の項は n 分の1に測って、まあ、次の方は n 分の n の積ですね。で、sinx の n マイナス2乗の積という形になります。で、まあ実はパッと見ですね、ここにまだ積分が残っている、定積分が残っているんですけれども、注意してほしいのは、積分は残っているんだけど、この積分、非積分関数の sinx の指数ですね、与えられたものは n 乗だったんですけど、ここでは n マイナス2乗に下がっているということは、もともと sinx の n 乗の積分がですね、sin の x の n マイナス2乗の積分プラス、まあ、こういう関数の和というふうに表されましたので、今度はここの部分ですね、この部分に同じような部分積分をしていけば、この積分機能が残った部分のこの sinx の指数はどんどん下がっていく。で、最終的には、これ、これ最終的に n が、まあ、2までいけば、ここの部分に1の積分、1dx の積分になりますから、これを繰り返す、この操作を繰り返すことで、最終的に、全ての方の積分がちゃんと行えるようになるというのが、この部分積分を使っていて、今の場合ですと、3x の2乗。より簡単な形に直すという話です。ですので、まあ3x の n 乗の積分も、まあ、いろいろな計算の仕方がありますが、部分積分を繰り返して計算することも、まあ、可能だという例です。それからあと、まあ、これと同じような例で、あと2つほど例を挙げておきたいと思いますけれども、2番目としましては、同じような例で、sinx の n 乗。これも同じように、部分積分を用いて、
この積分の中ですね、積分の中の非積分関数の指数を下げることができて、でこれは、答えだけ載せておきますので、あとは各自手順は多分ほとんど今やった例と同じですから計算してみてください。これ答えを書きますと、n 分の1倍の 3n-2 乗 2n-1 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 乗
それからと、もう一つの例としまして、x2 乗プラス1の、n 乗、これは1の dx。こういうものも、部分積分を少し簡単にすることができます。で、まずその結果から書きますと、×2 乗プラス1の n-1 分の x プラス1の n-1 分の x。こういう結果になります。でこれも先ほどやった方法と同じような方法で導けると思いますので各自やってみてください。で、じゃあなんでこの3番目の形のものがなぜできたかということなんですけれども、実はこれはこの後で今日の後半で述べます有理関数の不定積分を行う過程で、現れることになる式でして、で、一般にはその x 乗プラス1より、変数変換して x 乗プラス1の n 乗分の1というような形の関数が現れてくることがあります。でそういった時にいろいろな簡約の仕方がありますけれども、その中の一つとしてこの部分積分を使った簡約を行うことでここの実数をどんどん下げていくと。で最終的にこれ指数が1になったところでこれ x 乗プラス1分の1の不定積分は白単純と x ですので、それで最終的に積分の計算全部を不定積分の計算全部ができるようになります。ということで、その簡約の例の一つとしてこの3番も挙げておきました。大体、部分積分法に関してはこのぐらいにしたいと思いますが、何か質問ありますでしょうか。はい。あれ、x の x 乗の構成関数の部分積分ですか。はるさん、
丈夫ですか。じゃあちょっと少し板書を複数印刷するのを一番しました。どうぞ。あと他に質問がありましたら、こういうのあともうちょっとしたら休み時間になりますので、その時に来てください。で、一応もうまだちょっと時間がありますので、次のところ少しだけやっておきたいと思います。まずその有利関数という言葉についてちょっとやっておきますけれども、ひとまずちょっと確認したいんですが、有利関数という言葉をについて知ってるという人はどのくらいいますか。名前聞いて、あ、こういうもんだなっていうのはよく、あんまり今まで聞いたことなかったことだと思いますか。はい、わかりました。有利関数はですね、fx で表しますと、px 分の qx っていうふうに表すんですけれども、実は、この px と qx は、どちらも、多項式なんですね。だから多項式分の多項式というのが有利関数だと思ってもらえればいいです。で、常にこの px 分の qx っていうのはどのような形で表されているかというと、px は A の N かける X の2乗プラス A の N マイナス1かける X の N マイナス1プラス A の 1X プラス A の0、こういう形で表されていまして、それから Q の X は B の N かける X の2乗プラス B の N マイナス1かける X の N マイナス1乗プラス B の1プラス B0 というような形で表されています。で、多項式の定義は多分皆さん大丈夫だと思うんですけれども、こういう形なんですね。で、時々ですね、定義を聞いたときに、尋ねたときに間違える例がですね、じゃあ、これ何個もあれば多項式なんだけど、例えば AHX みたいにこの項が1個の場合は多項式がいいのかと聞かれたら、皆さん何て答えるでしょうか。これ実は
僕が担当している別の授業で数学力の2年生対象になっている授業なんですが、そこで ある計算を求めるときに、その多項式じゃないものを微分してくださいって言ったときにですね、何人かの人がこういったものを使ってくるんですね。で、実は結論から言うと、項の数が1個でも多項式と言いますので、注意してください。で、間違った人に、なんでこれ書いたんですかって聞くと、これは単項式だと思ったからということで、確かにそう言われてみると、皆さん、中学などでその単項式と多項式が区別して習っている人もいたかと思います。中学の教科書にもよく見ると、単項式と多項式って、例えば学習指導要領なんかにこの分けて書いてるのがするんですけれども、一般には数学では1個以上の項があれば、それも多項式というふうに呼んでいますので、その辺ですね、言葉の使い方には注意してください。で、やっぱりこの有理関数は、多項式分多項式で表されているものでして、で、あと一応ですね、このここから使う有理関数では、最高値の係数ですね、n とそれから b の m、これは共に1とします。で、1でない場合には、その全体をその an とか bm で割れば、一番実数の高いところの係数が1にすることができます。で、それからあと、実数に関しては、n の方が n より小さいと。すなわち、分子の実数が、分母の実数より小さい。のみを扱います。分子の実数が分母の実数より小さいもののみを扱います。で、もしですね、その分子の実数が分母の実数よりも大きくなった場合は、どうするかというと、これ分子を分母で割ればいいんですが、一応チャイムが鳴りましたので、ここから先の話はまた次の時間にしたいと思います。それでは一旦休憩にします。